ここが油落ちるゾーンで、ここがなんかチーズとかキムチとかだって、ここがタレのお肉だって、ちょっとやってみようね。やってみます。よいしょ。チーズ肉でしょ。ササミでね、なんだっけ、ササミで、あれはなんていうの前、チーズタッカルビをやる。私はね、このちょっとこれが苦手だから取るけどね、取れない。もう入れちゃえ。うん。お酒。みりん。この砂糖しかないけど、お砂糖とコチュジャンでしょ。コチュジャンこのぐらいですかね。わかりませんね。このぐらい入れてみよう。とか、こんな感じかな。なんか随分上の方にコチュジャンが行ってしまった。大丈夫、コチュジャンが入るよ。うん、なんかそういう匂いがしている。まあ、これはちょっとつけておいて、こいつに入れてるかな。この椎茸、洗わない洗うもんでしょ。私はごめんね、洗わない。軸はね、味噌汁とかに使ってちょ。はい、この子はちょっとですが、このまま焼きたいよ。乗るのかな、そこに。見てこよう。このままやるか。葉っぱでしょ。でもいいよ、めんどくさいから。あ、でも寒ギョプサルにはネギ、塩、ごま油あった方がいいよね。やるか。気にしない。大丈夫、食べられる。白ネギって書いてある。適当な。いいんです。何入るかな。入りそう。昔おかんが生きてた時にね、嗅覚でね、ネギのやつを食べてさ、おかんがやるからね。今日はあえてこっちの塩にするか。味の素だ。あれ、すっごい入っちゃった。これね、濃いごま油がね、
は同じ。皮ごと下ろした方があれなんだって、成分とかがね、皮のところにね、あるからね、そのまま大根おろしにした方がいいっていうから、最近大根の皮のおしんこを食べれない、食べる機会がなくなっている。そこに入れるのが一番楽な切り方。
んまり作り出さないのがいいってなんか見たんだよな、間違えて作り出しちゃった。でも多分これ半分に切って焼いた方がいい気がするから、半分に切ってこれでいいんじゃない。すごい、あそこに卵を入れるって書いてあったんだよな。大根おろしの成分があれだったのに、うん、バッチリ、あー美味しい、美味しい、あーもう一枚焼こうかな。これにキムチを、焼きキムチを乗せるっていうのよ。いやー、いいです。焼きキムチでしょ。ネギも入れない方がいいんだけど、これもいけますか。初めて使ってるんですけどね。
ットな